く生きてしようぜみたいな言われんかった。それなかったですね。体操服か。ちょっとエロの勉強しようかなとか。多少は研究しますよ。すぐ研究するやん。下の井上はさ、はいはいはいみたいなフェス状態なわけ。フェス。愛してるよ。愛してるよ。愛してるよ。みんな愛してるよ。さあ続いてよっ。はい。恋愛での修羅場。修羅場。今に至るまで、はい、恋愛は結構してきたん。それなりに大学時代とかは結構してたし、うん、7年付き合った人とかも。いつからいつの7年？19ぐらいから、うん、7年なんで結構付き合ってます。結構付き合ったね、はい、すっごい変なこと言うけどさ、はい、彼がさ、はい、その夜の営みの時に、はい、吐く息てしようぜみたいな言われんかったそれなかったですね。コスプレはあった気がするコスプレは何を着さされたの？体操服かなんか男子校だったんで相手がそう、うん、体操服に憧れがあった。体操服の女子を見たことないと。そう、見たことないから、うん、ちょっと来てくれと。来てほしいなみたいな。ほんで来た来ましたあーこの触り心地いいみたいなそれってなもう言ったら寝室にジャジャーンって登場すんの。暗闇で着替えました。真っ暗の中、はい、体操服に着替える で、はい、でお互いベッドインしてる、はい、明るい状態では見ず薄暗いところで見て、うん、体操服だみたいな。彼氏なかなかのクソ変態だなだから悪いじゃないで可愛いで男としては。そのじゃあ7年付き合ってた彼とは別にそんな大きい喧嘩もなく、はい、そうですね、全然大きな喧嘩はなかったんですけど、うん、なんか途中から性格が変わっちゃって。彼が、うんうん、仕事でものすごいストレスがあって、うん、でなんかタクシーの運転手さんとかに暴言吐くようになっちゃった。一気に来たね。そうなんですよ、ね、どんな暴言吐くの？なんかお前ここのルートもうちょっと早く行けただろうとか、うん、もともとそんな人じゃなかったのにやろ。全然そんなものすごい優しい人だったのに、うん、いきなりそんな暴言吐くし、店員さんとかにもそうなんですよ。なんか料理来るのせえよこの野郎とか言うようになっちゃって、え、なんでなんでなんでみたいな。で極めつけっていうか私が別れ決心したのがそれが私に向いた時で、まあ、製薬系の会社にヘッドハンティングされそうになったことがあって、まあ、大学生の時なんですけど、まあ、だから能力あるからうちで働かないかと、はい、いきなりだったんで怖かったんで、うん、ちょっと社会人の意見聞かせてほしいって彼氏にね、はい、言ったらなんかもう電車の中でいきなり怒鳴りつけられて、ほう、なんかお前7年付き合ってきたのに何も学んでねえなみたいなことをなんかいきなり言われてそうやってチヤホヤされたところとかそうやっておだててくれるところにホイホイついてくくせ本当やめた方がいいよみたいな、うん、を京浜東北線の中で言われてどこで何を言われてんねんでみんなザワ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 ってなって、それはちょっと意味がわからないし、うん、理解できないって思ったんですけど、うん、まあ、当時彼も上司からかなり圧をかけられてたっていうのもあって、うん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 、あの私がトントン拍子でこう行くのがちょっと嫌だったというか、うん、妬みじゃないけどね、妬みじゃないのとかで、彼の大学が、まあ、東大ではなかったんですよね、うん、それで、まあ、東大っていう肩書きの妬みじゃないかなとか、まあな、ゼロではないと思う、うん、だからやっぱり仕事の環境で、うん、どんだけ優しい人でも、うん、そういう風に変わっちゃうんやな。びっくりしました。そこのストレスは体操服では何ともならなかったか。もう何ともならなかった体操服で癒しきれなかったあれはそれこそじゃあ大人の階段登った方は学部生の時に2ヶ月だけ付き合ったやつサークルで仲良くなって、うん、チャラい遊び方してんなもう完全にもうありがちな大学生の、もうベタベタなやつ、もうベターなやつちなみに何サークル？バドミントンサークルバドミントンなんかする気もないのにそうですね、うん、でバドミントンサークルで結構目立ってた彼で、うん、で私もそこで割と気に入ってもらったっていうか持ち上げられてて、うん、お嬢って呼ばれてたんですけど、うん、でお嬢と彼行っちゃえばいいじゃん、イエーイみたいな感じで、あ、周りももう、できない、できないよ、できない、できないよみたいな感じでこう盛り上げられちゃって、でそのまま付き合ってみたいな。覚えてんの？その時のことは。あ、覚えてます
予想してたよりなんかあっという間だなみたいな。いやそれは彼のパフォーマンス次第やろ。ごめんごめんな。どっちの意味であっという間なのよ。この彼が自分に飛び込んできてからあれすぐ終わったなって感じ、うん、うん、そうですね、なんか割とあっさりいったなみたいな。痛いとか言うやん最初って、はい、私水泳部だったんで生理の時にタンポン入れるんで、うん、あんまり抵抗がない、うんうんうん、なんで私もあ、終わったか、終わりみたいな。いや彼氏つらい、彼氏つらいって、うん、終わったやないねん、終わみたいな、オッケーみたいな。それが初めてやです。まだ快感ではないんや。そうですね、快感ではなかったです。ちょっとそこの勉強しようはあんの、ちょっとエロの勉強しようかなとかは多少は研究しますよ。どうやったらいけるのかみたいな。すぐ研究するやん。すぐ研究しますね。どんな研究したの？どの角度が一番いけるのかみたいなとか。自分が、はい、おう、枕入れたりとか。おうおうおう、それの研究する時の資料は何なん？生き方について書いてあるなんかホームページとかあるんですよ、うん、そう調べて、ブログとかそういうのも調べて、うん、へえ、あ、こうするとこういう風になるんだみたいな。そこはだからエロももちろんあるけど普段のこの探求心やろ。そうですね、へえ、こういう現象もあるんだとか、うんうん、やっぱそこは事細かに勉強したなんねんな。めちゃめちゃ見ましたね。でそれを彼とサイドするときに発揮するわけやんか。そうですね、実践しますよね。どうやったの？あ、それ効果あってありました。それってもう研究者の癖じゃないけど、はい、疑問が生まれたら調べたなんねんもんな、はい、なりますね。じゃあ東大卒であったり現役東大生の男子、はい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 、めちゃめちゃエロうまいかもな。かもしんないですね、それはの、はい、男としては超優良物件や。間違いないです。それはどうやったら気持ちよくなってくれるかなみたいなのを考えてる子の方が多い気がします。へ、そういう話するとそういう風に答えるんですよ。でもなんかそこもエロい気持ちで喋ってないよ。真面目な話です。気持ちで、はい、いかにあなたの赤門突破するか状態が。そう本当に。さあ最後、はい、こちら私が何でも答えます。なんだろう、なんか聞きたいことがあれば。井上さんが大人の階段を登った時の話を聞きたい。あ、私、はい、大学2年生です。意外と遅い、はい、遅いんですよ。遅い、意外です。はい、それこそサークル。あ、やっぱサークルですか。の1個下の子でした、はい、あー、いいですね。20歳目前、うんうん、やっぱり早く大人の階段を上りたい、はいはい、周りももちろん上りきってるし、はい、その当時できた彼女、大学の近くで下宿してたよ。あ、で俺は実家から通ってて、はい、確か昼間やって昼間だった。確か大学で授業を受ける、はい、で授業を受けて合間空いたりするやん、はい、で夜からサークルのなんか集まりみたいな形したら、はい、その合間にその彼女の家に転がり込んで、はい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 、はい、眠くもないのに、うん、眠ーとか言ってなんかこのかわいい横になるという作業をし、はい、相手の女の子が結構百戦錬磨やったのよ。そうなんだ。俺より全然詳しかったやばもう経験人数も多くてみたいな子で、わわわわわ、でまあそういう雰囲気になる、うん、向こうが、うん、大丈夫、私が教えるからじゃないけど、まあ、リードするみたいなんで、はい、なんか中だなんだりした時も、はい、下の井上はさ、はい、もうこんな状態なわけよ、初めてやからそりゃそうですよ。はいはいはいみたいなフェス状態なわけよ。フェスでもう忘れもせん、その彼女がお口でこう迫ってきたのよ。ああなるほど。迫ってきた時にもう生まれて初めてやから、はい、それでパーンと弾けてもうたのよね全部が。ほんならその彼女が何してくれてんだよって言われた。切れるんだ。こうやって、こうしながら、こうしながら。ごめん、もう何でかも分からへん、ごめんっつって。かわいい。
で、その夜かな、一個一個こう手取り足取り言われながらしたのは覚えてるわ。へえ、意外です、うん、なんかもう 逆な感じかと思ってます。全然サークルでブイブイ言わせてて、うん、全く全く、だから22、3ぐらいまでは全然遊んでなかったね。その後は遊んだんですか？あ、その後はまあ遊びました。いや、それもきっかけがあって、はいはい、先輩に次の家飲んでるから来いって言われて、うん、もう行った先がラブホテルやねんけど、下で鍵とかもらわんでいいタイプの普通のビジネスホテルとラブホテルの間ぐらいな。で、部屋ピンポンしてガチャって行ったら中に女子2人、先輩2人いて、飲んでね、いろいろ喋ってて、はい、まあ、まあみんな酔っ払ってきて、うんうんうん、1人の先輩と1人の女性がその部屋の奥でイチャイチャし始めて、おで、もう1人の先輩と もう1人の女の子がベッドでイチャイチャし始めて、お俺なんで呼ばれたんやってなるやん。そうですね。部屋は2つ取ってたんて。あ、そうなんですか。隣の部屋も、うん、だから俺は隣の部屋で一人で寝てて、はい、気まずすぎません。で、寝てたら、はい、ごそ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 感じたわけよ。うわ、こう眠いながらにうんって起きたら、布団の中でさっきまでその先輩とイチャイチャしてた女子の一人が俺の布団の中に入ってきてて、はい、このお股をまさぐってきたのよ。え、すごいっすね。ほんで俺は、いや何してんねんってなるやんか、うんうん、何々さんが井上くんとこ行けって言ったから、井上くんを満足させてこいって言われたからって言われて、それはもうそういうことやんか。そういうことですね。で、向こうはもうやる気満々や、満々ですよね。正直その女性、俺もタイプじゃなかったし、はい、やけど、うん、もうその女の子が来てる、で、先輩がしろって言ってきてる、これ断るわけにはいかん、いやでもなタイプじゃないしなと思ったけど、すごいまさぐられて、もうまたフェス状態になってんねん。それまあしょうがないですね。もうフェス状態になってで、まあもううわーって襲われてパーンと弾けたよね。最後同じなんですね。うん、で結局そこでタイプじゃない人とでもできるんや。あ、今までは彼女としかしたことなかったから、うんうん、好きな人としかしないもんやと思ったけど、はい、あ、そうじゃなくてもできんねや。あ、で、その次の日か、先輩に芸人の世界へようこそって言われた。怖いよ。そっから、そっからなんかいろんなリミッターが外れたな。あ、そうですよね、そんな経験したら、うん、異世界すごいわ。私の初めてはそういうお粗末な状態でした。では最後に、はい、レナワールドさんにお聞きしたいと思います。はい、レナワールドさんにとって、はい、恋とは何でしょうか。生きるためのエネルギーですかね。生きるのを後押しする、うん、不動力になる、うん、ものだと思う。いつかはでも、うん、愛か、はい、研究家を取らないといけない日は来るかもしれないやん。あ、そうですね。その時はどうするの。そうですね、難しいですよね。なんかその時は研究を取るけど、憧れの人はずっと作っとくかもしれない。好きな人、好きな人は、そう、好きな人は作っといて、うん、その人に好かれるために頑張ろうって思いながら研究するかもしれないです。好きな人と一緒に研究は、あ、それはなんかあかんねや。うん、なんかいけない気がする。そうか、研究の中に不純物が入ってるから。そうそうそう、そうです、そうです、不純物入ってくるんで、ちょっとそれは避けておきたい。違う分野の人に憧れを持ちながら研究していたいなって思う。まあベストはだから研究するレイナさんが好きで、結婚してからも研究していいよがベストやもんね。ベストです、それが一番いいです。まあでもこっからね、研究者とこの研究結果を知りたい一般の方の架け橋、はい、になりたいってことやからね、はい、まあ、我々が分からないことを今後分かりやすく解説する解説員として、はい、いろんなメディアに出ていきたいんやもんね。はい、行きたいです。知識の開拓を常にやっていきたいと思います。ね、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ということで今回のラブトーク、お相手は現役東大生のレイナワールドさんでございました。ありがとうございました。いいね、高評価、チャンネル登録お待ちしております。また次回お会いしましょう。さようなら。I know you're gonna dig this.
最後まで見てくれてありがとうございます。続きのトークはあなたの夢の中で。